私の典型的な一日は、えー、午前中、研究所に行きます。研究所も、えーと、自分たちの研究チームや、あとは大学の研究所に行って、一緒に化粧品の原料だったり、えー、商品についてのデータをたくさん取っていきます。それできちんと良いものをお客様に届けるために、商品作りをするという、研究というプロジェクトをやります。 で、ある時、午後になると、えー、メディアの方と一緒に、あの、食事や打ち合わせをしたりします。で例えば、美容雑誌のライターさんだったり、エディターさんだったり、そういった方々と、美容についての情報を交換したり、自分たちの商品について、あの、理解を深めてもらうために、えー、打ち合わせをします。で、夕方になると、デザイン会社や広告代理店と一緒に、この、 出来上がった商品をどうみんなに伝えるかという打ち合わせをします。とても打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせとたくさん多いので大変なんですけれども、とてもあの充実していて楽しいです。